クーファンタジーラジオ。はい、どうも、マノチェです。よろしくお願いします。はい、今回はマクドナルドの話。うん。まあ、最近ね、いろいろその異物が入ってたり、人の歯が入ってたりとか、プラスチックの破片が入ってたりとか、まあ、なんかいろいろあるじゃない。うん。まあ、良くないよね。良くない。うん。で、そういう風になる前からさ、まあ、いろいろ、あったじゃない。まあ、その良くない噂というか、現実問題かな。うん。で、店舗もちょこちょこ潰れてったりしてるし、もうマクドナルドっていうその経営自体がね、難しいんじゃないかと。どうよ。俺はマック好きなの。その、まずいとかね、そういう声もあるけど、まあ俺は美味しいと思ってるから。うん。朝マックとかね、すごい好きだし。うん。ただね、なんかその最近のその異物が入ってるっていうニュースが連発してるのを見てて、ああもう無理かなっていうのがちょっとあるんだよね、自分の中で。もちろん立て直してほしいっていう気持ちあるよ、マクドナルドが好きだからね。うん。たださ、ここまで来たらもう無理なのかなって思うんだよ。悲しいよね。どうにかならんかなって本当に思う。なんでこうなっちゃったんだろうって、どこでその歯車が来るってこうなっちゃったんだろうってすごい思うけどね。まあ今更ね、そういったところでしょうがないし、うん、まあね、もうここまで来たらもう新しくこうやり直すしかないじゃない。今まであったものはもう全部崩れ去ったと思うから、新しくやり直すしかないと思うんだけど、いや、どうにかね、納豆頑張ってほしいな。もうすごいマックが好きなの、本当に。もう子供の頃からね、うん、食べ続けてるし、うん、今でもすごい好きだし、ね、あのソーセージマフィン好き、朝の、うん、昼だったらね、ベーコンレタスバーガーが好き、めっちゃ好きなの、とりあえずマックが好きなの。ただね、こういうニュースがね、まあ、あまりその悪いニュースがね、連発することによって、俺もちょっとね、食べたくないなって思っちゃってる、正直思ってる、うん、マック好きなのにね、うん、結構好きな方だと思うよ、世の中でも。世の中のマック好きの中でも結構トップクラスで好きだと思うよ、俺。うん。けどやっぱなんかちょっと食べる勇気ないなって。うん。そうなるとやっぱどんどん離れていっちゃうよね。うん。お客さんは。なんとかね、立て直してほしいな、頑張ってほしいな、と思ってるって話さ。うん。まあ俺はマクドナルド応援します。うん。以上です。はい、終わり。またな。